今回はお腹の横、ウエストを作りたい方におすすめなプランクツイストの応用編を紹介します。通常のプランクツイストと違って簡単でしっかり効くやり方になります。お腹の前も気になるけど横が気になるよって方は今回のメニューを一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、くびれができるプランクを紹介します。くびれができてくると、実はお腹の前もへこんでくるんです。なぜかというと、くびれを作るために必要なのはインナーマッスルです。このインナーマッスルが鍛えられると骨盤が立ちやすく、反り腰が解消されやすく、内臓の位置が元の位置に戻り、お腹がへこんでくるんです。いつも通常のプランクや腹筋、頑張ってるけどなかなかお腹変わんないよって方は、インナーマッスルが弱い可能性があります。今回のプランクを行うことで、くびれができていきます。ぽっちゃりしてる方でも、ベリーダンスやってる方や、フラダンスやってる方、意外とくびれがある方多いと思いませんか？太ってる外国人が、ハワイアンダンスやってる方、そういった方も、お腹周りは脂肪がついているのに、くびれができてたりするんです。それはインナーマッスルをしっかり鍛える、お尻を動かして、内腹斜筋をしっかり使ってる証拠なんです。要するに、腰周りを的確に動かしていくことによって、くびれを作ることができます。一般的に見られるプランクツイストというと、こういう感じのプランク見たことありませんか？あれ実はあまりインナーマッスル使えてないんです。なぜかというと、ウエストだけではなく、体全体をこのように動かしているので、意外とインナーマッスルが使えてないんです。今回は簡単で、くびれを作る筋肉が鍛えられますので、動画を見ながら一緒にやっていきましょう。たった30秒になります。2種目紹介します。その前にちゃんとお腹に効かせる練習を1個入れましょう。それではいきます。はい、まずは内腹斜筋、外腹斜筋をしっかり効かせる動きをまず身につけましょう。やり方としては、まず足を肩幅にします。膝を少し曲げます。ここから骨盤を前に立てる、後ろに立てる、横に立てるっていうことを30秒間繰り返していきましょう。前、後ろ、左、右っていう感じで動かしていきます。それではいきましょう。スタート。これでどうすれば骨盤が動いてウエストが締まるかというのが分かってきます。体がね、こんな感じに動いてたらね、ダメですね。しっかり腰から下だけを動かす感じです。横が少し難しいと思います。横はね、こうならないようにね。はい、 OK です。はい、これでプランクツイストをやっていきます。まずは足を閉じて、膝をついて、このような姿勢になります。ここから骨盤を立てて、足を右左小刻みに振ります。小刻みに振ることによって内腹斜筋、外腹斜筋がしっかり鍛えられます。息はできるだけ長く吐きます。膝痛い方は何か柔らかいものを敷いてください。それでは膝を振っていきましょう。スタート。こういう感じでね、小刻みに振ります。このね、戻すときに腹筋奥効いてる感じがあると思います。これがね、すごく効くんです。あー、効いてきた。よし、はい、 OK。 今度は通常のプランクの姿勢からこう振るんではなくて、腰だけ振ります。腰に何か紐をぶら下げて、でんでん太鼓のように腰を動かす感じです。体全体振ってはダメです。腰だけ置きます。この際は30秒です。それではいきます。ちょっと難しいと思いますが、真似してください。スタート。こういう感じです。腰をね、右左出す感じです。頑張って。どうですか、できてますか。
腰を右左動かして、骨盤立てて、あと少しです。うおっ、ガー、オッケー。それでは膝をついて2回目いきましょう。いきます、スタート。足から下を軽く振って、ちょっとね、1回目よりもなんか動かし方難しいよって方は、内腹斜筋、外腹斜筋がね弱ってる証拠なんで、よく効いてます。あー、動かし方が分からなくなってきた。あー、効く。 OK。 もうね、弱ってくるとうまく動かせれない、それが正解です。さあラストいきましょう。腰振ります、スタート。うん、頑張って、腰振って、右左、うん、うん、きつい、うわ、お腹が引っ張られて痛い、あと少しです。うん、よし、オーケー。うわー、効いた。お疲れ様でした。どうでしたか？腹筋の奥にすごい効いた感じがあるんではないでしょうか。早く動かすことによって早く収縮するので、しっかりねインナーマッスルが鍛えられてます。いつも腹筋頑張ったりプランク頑張ったりして、前側は少し減ってきた気がするけど寸胴なんだよねっていう方は、今回のメニューがおすすめです。今回2セットやりましたが、これを3日に1遍ぐらいのペースでやってみてください。別に毎日やってもいいんだよ、頑張ったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。隠して SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。